リピーター続出、港で噂の漁師飯、新鮮なカツオを今夜もいただきましょう。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、本日は福出漁港近く太田川の堤防沿いにある汚染屋食堂にやってきた。いかがですかこの雰囲気。海鮮丼とか派手なメニューはない、地元民御用達の店。ところで今日のおすすめは。はい、カツオの漬け丼と釜揚げがおすすめです。厨房を覗きながら気軽に相談できるのも私が行きつけになっている理由。お待たせしました。お、早速来ました。カツオの漬け丼と釜揚げしらす、福出漁港が誇る2大ラインナップが揃い踏み。鮮度抜群なのはもちろんだが、秘伝のタレがいい仕事をしている。釜揚げもふっくら柔らか仕立て、締めはミックス丼に、これもまたうましですぞ。